ただいまより、それでは会談を、会談に移らせていただきたいと思います。拉致問題を考える栃木県民の集いと題しまして、本日は家族会代表で北朝鮮拉致被害者田口八重子さんのお兄様でいらっしゃいます飯塚繁雄様、同じく家族会事務局長で北朝鮮拉致被害者増本瑠美子さんの実の弟様でいらっしゃいます増本照明さん、そして救う会会長代行で東京キリスト教大学教授西岡努様、お三方をお招きをいたしまして、対談をしていただきます。それではここからは西岡様にマイクをバトンタッチしたいと思います。ではよろしくお願いいたします。ご紹介いただきました西岡でございます。よろしくお願いいたします。4時ちょっと前までお時間をいただいておりますので、3人で対談形式でお話を進めさせていただきたいと思います。北朝鮮による拉致がいつから起きたのか、はっきりしたことはまだ分かりません。しかし、少なくとも1960年代からあったことは、石川県のたらこ牛事件がありましたから間違いはないんですが、日本政府の認定で一番早いのは1977年です。そして77年、78年、この2年間に集中して拉致が起きております。実は今ここに2人、家族会の代表の飯塚さんと事務局長の増本さんと来ていただきましたが、78年の6月から8月の間、78年の夏に集中して拉致が起きたんですが、この2人もそうです。実は帰ってきた5人の方もその78年の夏なんです。当時どんなことが起きていたのか、それを家族として、どう過ごしていたのかということをお聞きしたいと思います。まず飯塚さんの方からお願いします。私の妹田口八重子もですね、今言われているように78年の6月の末に、拉致をされたという事実が分かっております。実は北朝鮮による拉致というのは、必ずしも海岸ばかりではないんですね。言ってみれば、私の妹については、東京の、ど真ん中にある池袋、ここから拉致をされてしまったということが実態としてはっきりしています。で、当時私の妹22歳で、まだ子供がですね、1歳と2歳、小さな赤ん坊を残して連れて行かれてしまったんですけども、これは後でお話が出てくると思いますけれども、北朝鮮による、要するにキム・ジョンウンによる拉致指令の中で、北朝鮮の工作員を現地化するという役目でですね、具体的に言えば、1987年に大韓航空機の爆破事件がありましたですよね。これは、韓国のソウルオリンピックを妨害しようとした北朝鮮の仕業、企てなんですけども、これを日本人がやったというふうな工作につなげるためにですね、その犯人であるキム・ヒョンヒに日本人化教育をするために、それに適した人物を探して、言ってみれば修羅場の目が立ってしまったんですけども、結局、日本人化にするためには、当然日本の、女性ですからないと、日本の女性に関するいろんな情報を持っている人、あるいは結婚をした経験もある、子供を産んだ経験もある、そしてまた、当時の日本女
性の流行ですかね、まあ、私も含めてファッション、化粧、あるいは飲み物、あるいは、ね、その当時の話題、すべて含めて、その条件を満たしてしまったと、しまっているのが、私のいいことだったと。当時、何歳だったんですか？22歳ですね。で、まあ、ここにちょっとはっきりした写真がありますけれども、これは可愛い子供2人を眺めてる顔なんですね。お子さんは何歳だったんですか？1歳ですね。長男1歳で、長女が2歳半なんですよ。で、こういった小さい子供を置いてですね、北朝鮮曰く、2、3日だったら北朝鮮へ、旅行に行ってもいいというふうに言ったので、誘導してきたと、まあ、いうふうに言ってますけれども、まあ、誰が考えてもですね、子供は血の身も余っているのに、あの北朝鮮なんか行ってみたいなんて言うはずがないんですね。で、まあ、そういったことでいろいろ多分、騙されてですね、池袋から、まあ、実はそういう母子家庭をやってますと、営んでいますと、どうしてもお金もかかる、経済的に大変、まあ、その頃はやはり、女手一つで生活するとすれば、やっぱり一番手っ取り早いのは水商売に行くしかなかったんですね。で、まあ、はっきり言いますが、池袋のキャバレー、ハリウッドと、まあ、これは有名ですけども、ここに勤めていて、そこに工作員が何回か様子を見に来て、目星をつけて、連れ出してですね。で、多分、まあ、麻酔がなんか飾られて、袋詰めにされて、車で行ったと思うんですけども、まあ、後で聞いた話、九州の宮崎の青島海岸から北朝鮮の南浦という港に連れて行かれたと、まあ、いうふうに聞いております。当時非常に小さかったからですね、私たち兄弟も、まあ、私も実は17歳も違うんですが、新人兄弟の一番上で、八重子は一番下なんですね。7人兄弟で、飯塚さんが一番上で、八重子さんが一番下。はい。何歳だったんですか？22に17を足すわけですけどね。その頃17。私もですね、その時、3人の自分の子供がいまして、まあ、生活も大変だったんですけども、まあ、事情を察知して、とりあえず子供だけは何とか見るということは、突然亡くなって、どこから連絡をしたんですか？これは勤め先の会社と、それから子供を預けていた保育所の方からですね、お母さんが迎えに来ない、あるいは勤めの方が休んでいるけども、どうしたかということで連絡があって飛んでったんですけども、全く荒らされた、アパートが入ってみたんですけども、生前ときれいに片付いてましてね、もちろん買っておきも何もない。買ったばかりの洋服なんかもまだかけてある。ですから理想的にというか、そういう計画のもとに出てったのではないなというふうにはっきり分かるんですね。そういうことですから、まあ、子供を育ててきたんですけど、なかなか何代いらなかったか分からない、そういう日々がやはり続きまして。そう、2人のお子さんをどうする、飯塚さんは小一郎さん、そうですね、息子さんを育てられたんですよね。上のお姉さん、上の子は私の妹が養子にして、やはり別々に育ったんです、うん、まあ一緒の方がいいんだろうけども、まあ事情があってそういう形にしたんですが、まあその高一郎という、もうすでにテレビかなんかよく皆さんご存じかもしれません、キム・ヒョン氏と韓国で面会してそのニュースが流れたと思うんですけども、もう彼はもう32歳なんですよ。で、32から1引くと、もう22年、あ、すみません、31年、もうこの愛しいね、母親と会ってない、まあ会ってないというか知らないんですよね、どんな母親だったのか。あ、1歳だからお母さんも覚えてないそうなんです。声も覚えてない、もちろん、いや、肌のノリもわからない、そういった状態で彼は、私が20歳の時このことを訴えた時ですね。あ、それまでは知らなかった。そうなんです。というのは、
1991年に金融表示が利確したときに、消費したときに、調べた結果、その教育マグラをしていたのは日本人女性で、リ・ウネというふうな名前で、公設学を手伝ったわけなんですけれども、彼女が証言して初めて、妹が北朝鮮に連れて行かれたんだということが、実ははっきりしたんです。それはつまり、バックスさんと出したのは1978年で、はい、その9年後に大関係事件が起きて、そしてその次の年ですから、10年後の1月に金正恩が記者会見したんですよね。10年後に分かった。でもその時は名前は分かってなかったんですよ。リムネって名前。そう、リムネというんです。これは工作用のその計画だけの名前なんですね。ですから誰に聞くのか分かんないんです。まあ、キム・ジョンウンというわけですけど、田口八重子は拉致したけれども、リー・ウネなんてのはいないというふうに言ってるんですけどね。それで、水川さんたち家族は、リー・ウネとキム・ヒョンヒが言ってるリー・ウネは何で取ってたのか分かったんですか。これは埼玉県警がですね、私が捜索願い出してありましたもんですから、あらゆるその失踪者のデータを整理しているうちに、だんだんこう、まとまってきた段階で、これはどうも埼玉に住む田口八重子ではないかということで、私と私の家内にもう毎週のように警察が来て聴取を取ってですね、それを旧表紙 に見せて、あるいは伝えて、どうもそうらしいと。で、決定的なのは10枚ぐらいの写真を持っていてですね、それらしい、その人らしい写真を持っていって、この中に、いるかというと尋ねたら、躊躇なく、この妹の写真を入札して、これがリー・ウネ先生ですと言ったのが、もう決定的な事実として、証明として、私の妹だということが分かったんですね。それがですね、大関係事件が87年ですが、その4年後の91年に、最後の記者会見して、間違いないという感じですね。その時、小一郎さんにそのこと知らせたんですか。ですから、ちょうど物心がついて、いろいろ、まあ、血気盛んな、あるいはその心が不安定な年齢だったので、私の養子であるということとか、それから母が北朝鮮に連れられていっているという重大な事実を、ね、聞いたらば、まあ、変な方に走ってしまうのではないかと、まあ、いうふうな一番心配しまして、まずその子供を守る活動というか動きというか、それが大変だったんです。で、その当時のマスコミの放送なり記事はですね、このリー・ウネなる田口八重子はけしからんと、まあ、テロリストを助けたということですね。犯人だっていう、犯人側として見て、いろんな記事を書いていくんですね。ですから、そういったことはとてもじゃないけど、私は受け入れられないし、マスコミが来てもうちの妹は被害者なんだということを盛んに訴えたんですけども、もう手打ち